北九万は福岡県北九州市のローカルヒーロー。北九州市若松区出身の滝勇希が2013年から変身し、北九州市を PR する活動を行う。2014年5月24日、北九州市から特命大使を北九万名義で移植された際にメディアのインタビューに頭のかぶり物を外して対応した。滝を演じているのは 北九万プロジェクトの代表、プロデューサーであり、若松区出身で高領高校卒の金広氏、国高である。北九万は、戦闘を好まず、必殺技は、戦索や、悩み相談である。戦わない理由として、本人は、体が硬く、アクションが苦手であるとされたが、2017年の、コスチュームバージョンアップにより、戦闘が可能となった。 北9万の原型は1945年に八幡東区の鉄工所で製造された無敵特攻服という兵器である。しかし、製造後に日本は終戦を迎え、無敵特攻服は実戦に投入されることはないまま、無敵特攻服は幻の兵器として安置された。しかし、2013年に探検好きの滝勇気によって再発見された無敵特攻服は、 八幡西区の北九州学術研究都市に潜む企業、ノードナンによって、北九万スーツへと改造された。スーツは、初代、二代目、三代目を経て、2017年6月に、現行の四代目が登場した。体が硬く、アクションが苦手なため戦闘を避けたが、四代目スーツの、性能により柔軟性により多少のアクションが可能となった。無敵と幸福は、 北九マンに変身可能なヒーロースーツであり、現所有者である滝が戦いま宣言をしたが、もともとは戦闘用なので防御力は本物である。そのため、北九マンの言う、体が硬いとは、肉体の柔軟性だけでなく、無敵と幸福の高度も意味する。2014年6月現在、2度のバージョンアップ経て4着が存在しており、 最新式以外は現在レンタルサービスが行われている。レンタルの場合、生脱ぎ行為は禁止となっている。ありがとうございます。